尾道坂道書店事件簿闘病編再び内科病棟へ。2000年3月、念願の家がようやく完成。待ちに待った退院の日がやってきた。入院費の支払いとお世話になった人たちへの挨拶を済ませ、車に荷物を積み込む。長い入院生活で知らず知らずのうちに荷物が増えた。お見舞いに本を持ってきてくれた人が多かったので、それを載せるとまるで移動図書館みたいになった。車は1ヶ月前に購入した。運転席の左側に手動運転装置がついている。左手でレバーを握り、手前に引くとアクセル、押すとブレーキ、右手でハンドルを操作する。時間を見つけては練習を繰り返してきたので運転は問題ない。迎えに来てくれた家族を乗せて100キロの道のりをかけた。快適だぜ。さあ、いよいよ職場復帰だ。不安はない。この日をずっと心待ちにしていたのだ。この春、小学4年になる娘は引っ越したので転校することになった。新しい環境に早く慣れてほしい。君なら大丈夫だ。そして妻は仕事を辞めた。妻は結婚する前も結婚してからもずっと経文社で働いていた。書店員という仕事に巡り合えたことが最高の幸せと口癖のように、いつも仕事を楽しんでいた。さらに言うと、妻は私よりもはるかに有能な書店員だった。その日売れたスリップを家に持ち帰り、テーブルの上に並べてノートに記録する。明日一番に追加発注する商品をチェックする。娘はいつも妻の横で記録し終えて不要になったスリップを集め、母親の仕草を真似るように並べて遊んでいた。小学校に上がる前から瀬戸内寂聴が読めた。父親の名前さえ漢字で読めないというのに。いくらバリアフリー住宅に住んでいても、両下肢麻痺の私にとって日常生活で介助やフォローが必要になることがいくつかある。定期的に病院に行き検査を受けなければならない。だから私が不自由なく生活できるようにと、妻は自ら仕事を辞めることを選んだのだ。つまり私の生活は家族の犠牲のもとに成り立っている。かくして私たち家族は新しい生活に向けそれぞれのスタートを切った。以前に比べると疲れやすいが、久しぶりの職場で次第にペースを取り戻していた。そんな4月のある朝、背中の痛みで目が覚めた。会社に休みをもらい、妻と病院に行った。 MRI 検査の結果、悪性リンパ腫の再発が認められた。なんてこった、また病院生活に逆戻りだなんて。4月末まで20回にわたる放射線治療を行った後、正式に入院し抗がん剤治療を受けることになった。内科病棟の6人部屋。この病院を退院して1年も経過していない。看護師もみんな顔見知りだ。病院の常連客になってどうする。まったく、一口に抗がん剤治療といってもいろいろな種類がある。私が受ける治療は CHOP 療法というもの。4種類の薬の頭文字をつなげて CHOP 療法。予想される副作用は食欲不振、嘔吐など。これらの自覚症状とは別に血液の副作用もあるそうだ。そのため週に 2,3 回は採血をする。この抗がん剤治療は 3,4 週の間隔で注射と内服を繰り返していく。予定されている入院期間は 2,3 ヶ月。主治医が言う、副作用はおそらく大したことはないです。でも髪の毛は全部抜けるからね。同室の人たちとはすぐに仲良くなった。いつも明るい H さんはスキンヘッド。抗がん剤の副作用ですかと尋ねると、その通りだった。H さんも悪性リンパ腫で3度目の発病。髪が抜け始めると全部抜け落ちるまでがとても鬱陶しいので、入院する前から
丸坊主にしたのだそうだ。気温が上がってきて、病室は次第に暑苦しくなっていたので、涼しそうでむしろ羨ましい。私ももうすぐスキンヘッドチームに仲間入りすることになる。尾道坂道書店事件簿、闘病編、再び内科病棟へでした。小玉健三さんのエッセイ集、尾道坂道書店事件簿は、2009年に本の雑誌社から出版されました。次回もどうぞお楽しみに。